久松都勝の居城だった、坂部城市道軍院にある都勝の墓。久松都勝は、戦国時代の武将。終張国北軍の坂部城主。署名は貞俊氏及び長井徳川家康の聖母、伝通院の再婚相手として知られる。本姓は、菅原氏、沢渡守を称した。ジップは、旧城定義とされている。東照宮五木牧二には、 美州の佐都市多群のアコヤの旧少佐、ともりとし勝とある。終わり国主後柴氏に仕える国人領主であった久松氏は、戦国時代には、大野城を本拠とする佐治氏と争っていた。しかし、都市勝は、天文十五年佐治氏の一族より、長氏、信都市の妻を迎えることでこれとは僕した。これは、松平広忠の仲介によるものとする。 完成重修書家府の記述がある。また、古文書などから従来小田方として見られていたが、広田だと同心していたことも明らかになっており、小田方との提携とともに、松平氏との提携もしていたと思われる。桶狭間の戦い後に、松平元康に組みす、a 6年今川氏の重臣、宇戸の長照が守る三河国法藩軍西軍の上の豪城を攻略した。 西郷郡の領主となった都市勝は、信利に、あぐいを譲り、上野豪城には、お台との間に生まれた、自死、公言を置いた。この時期の発給文書には、長い絵の長見え、また、助渡し森を名乗っていたことがわかるの安楽寺、相関あてき心情など。鎌郡志士資料編五十個を書集。都勝への解明はこれ以降と考えられるが、2006年版、鎌郡志士は、 その時期を不明としている。また、松平元康は、A66 年に、家康と解明するが、家康の家の字はまま父である。久松長家より一時を得たものであったが、後年代名に成長した家康をはばかって、長家の方が、年勝と解明してしまったために、その由来がわからなくなってしまったとする説もある。後に、織田信長から、無本の疑いをかけられた。 水野信元が家康を頼ってくる。家康は同盟を重視して、信元を自害させる決断をするが、規定である都市勝が信元を助けるのを恐れて、都市勝に事情を明かさずに、信元将官の使者を命じた。後に事情を知って激怒した都市勝はそのまま、西郡里城に引退してしまった。晩年には、三河一向一揆で追放された一向。 総事委員の三河復帰に尽力したという。墓所は、阿久井町大和沢川沢栄六67番地の、同運委員及び、蒲郷利式与田町門前4番地の安楽寺。法名は、陽光院伝前助衆家,家、林隆史新大古寺。関西重修所家府が掲げるのは所長氏の信都市を、はじめ、一式建脇や木勝の妻、また伝通院との愛の子として、 松平聖を名乗った、松平高原、松平康都市、多幸姫、松平貞勝、松姫、天勝ライン、その他一助である。都市勝印遁の原因となった、水野信元暗殺は、佐久間信盛の残言を受けたものであるとされているが、所長氏の信利も、信盛の残言を受け違いに追い込まれ、巨城の坂部城は、信盛の軍勢によって攻め落とされ、 信ぶとの子供たちも殺害されている。他幸姫を年勝の娘とするのは、関西府菅原氏、九州及び桜井松平によるものである。ありがとうございます。